今日の部屋はここの角部屋になります。ちょっとね、隣の部屋とかに比べると狭いんだけど、角部屋なので、窓が多いかな。窓が多いのですごく明るい部屋になっていると思います。そう、そして入り口入って左側にオート掛けみたいなのがあって、こっち側にもあった。右側にもオート掛けれるようなハンガーがたくさんあります。そしてスリッパがここにあるんだけど、なんかスリッパがすごくいっぱいある。スリッパがすごくいっぱいあって、これなんかすごいゴールドな感じのスリッパがあったり、これはなんか革なんだよね。すごい革のちょっとおしゃれなスリッパが2足あります。そして靴べらがあったり、まあ、こっから靴脱いで、まあ、スリッパで上がってもいいのかなっていう感じです。そしてここ扉がついてて、この扉を開けるとお部屋になります。で、今日のお部屋はこのキングサイズのベッドと、あとは角部屋になっているので、すごく明るいです。窓が大きくてたくさんあって明るい感じの部屋になってます。そしてこのキングサイズのベッドのところにこんな模様があったり、あとここにゴミ箱があったり、あとこれは空気清浄機みたいのがあったり、テレビがあったり、で、金庫があって、で、お水も2本あります。もう1本飲んじゃったけど。そして、ここを開けると、コップが入っていて、で、ここの引き出し開けると、コーヒーカップ。カップが入ってます。そしてここのホテルは温泉がついているので、これ温泉に行く用の袋とタオルがここに置いてあります。で、このパジャマみたいの入ってるんだけど、これは館内着になるのかな。これを着てお風呂に行っていいのかな？これ着てお風呂に後で行ってみたいと思います。温泉が楽しみです。そして、ここにソファー。すごく広いスペースになっていて、なんかこの座り心地がいいソファーがあります。そしてここ電話とかティッシュとか、あとこのお湯沸かすポットがあるんだけど、このホテルはロビーで、まあ、こういう紅茶とかコーヒーとか自分で
飲みたい分だけ持ってこれるようになってます。あとこのお菓子も少し置いてあって、1人2個までって書いてあったかな、お菓子を持ってこれるようになっていて、あとあ、そうか、アメニティもそうなんだけど、アメニティも部屋には歯ブラシしかなくって、で他のアメニティは必要な分だけ自分で持ってくるようなスタイルになってます。そしてこの景色が見えるんだけど、こっち側は豊洲方面、あ、豊洲っていうかここも豊洲なんだけど、正面の奥に見えるのが豊洲のららぽーとになります。そうなので、このホテルは豊洲市場、ゆりかもめの豊洲市場っていう駅で降りてもう直結しているみたいな感じなので、すぐそばに豊洲の市場もあります。あ、これ、そしてちょっと奥の方にスカイツリーが見えているので、まあ、今日ちょっと昼間暑いから景色がぼんやりしちゃってるんだけど、夜景も楽しみです。そしてこっち側の景色がちょっと今夕方で西日が入っちゃってすごく部屋が暑くなっちゃってるんだけど、内側の景色はこんな感じになります。東京湾からこっちの運河、これは運河みたいです、運河が見えて、でマンションとかビルがいっぱい見えて、で、ここずっと奥には東京タワーが、まあ、半分ぐらい上のてっぺんが見えてます。そう、そしてここ下にはなんか船が乗れるような桟橋があったり、まあ、船もよく走ってる。あれ？走る？船ってなんていうの？船もたくさんここから見ることができます。そう、この夜景が楽しみだな。で、このホテルはシティ側と運河側の部屋があって、ここは運河側になります。で、まあ、どうせ泊まるならこの景色が見たいなと思って運河側にしました。そう、そして、私今、高級ホテル予約サイト一級のダイヤモンド会員になっているので、ここは一級から予約をして、で、特典が、まず、レイトチェックアウト。通常ここの部屋は11時チェックアウトなんだけど、12時のチェックアウトにしてもらえて、で、あとは、これ、見えるかな？これね。スカイバー。スカイバーでお好きなドリンク一杯っていうのを、チケットをもらいました。で、あとは一応ダイヤモンド会員の特典としてお部屋のアップルグレードっていうのがあったので、アップグレードしてもらえるかなって思ったんだけど、まあこの部屋自体が結構運河ビューで角部屋でいいお部屋でもあるので、これ以上のアップグレードはないんですけど、最上階の13階に捨ておくね、していただきますねって言ってもらえて、13階のお部屋に
アップグレードしてもらいました。うん。なので、この景色が見たくて、このホテルに泊まりに来たんだけど、夜景も楽しみです。そして、温泉があるので、温泉がこの上の14階にあって、やっぱこの景色、この景色が温泉から見えるので、とっても楽しみです。そう。そのために、このホテルを予約してみました。そう。あとはね、結構いろんな、なんていうの?催しみたいのがあったりするので、まあ、それも動画で、後で紹介したいと思います。こっちからのお部屋の景色はこんな感じになります。そして、ここがバスルームとか洗面所になります。洗面所はこんな感じです。シンプルな感じ。シンプルになっています。これ何?あ、コップか。これコップだったんだ。何かと思ったら木のコップ？木これ?プラスチック？なんか木っぽいプラスチックかな。そしてお風呂はなんかお家の風呂みたいな感じになってるんだけど、お風呂はこんな感じです。こんな感じの風呂です。そう、このお部屋はシャワーのみのお部屋になってます。まあどうせ温泉行くので多分バスタブ付きの部屋もあるかもしれないけど、まあ、私はどうせ温泉に行くのでお部屋はお風呂なくても全然平気です。そしてここがトイレになります。なんかトイレのトイレットペーパーが緑になってる。トイレットペーパーが緑。なんかさ、これってやっぱそうだ。なんか匂う。トイレットペーパーからいい匂いがする。匂い付きのトイレットペーパー。そうだから今ね、トイレを開けたらすごくいい匂いがしました。香り付きのトイレットペーパーになってます。